池康郎、池康郎、池康を、1941年3月一日体は、日本中央競馬会、JRA の元長教師、元騎手で現在は、競馬評論家、馬主である。騎手時代には、逃げの池江の異名を取り、通算3275,368勝、内重賞で17勝を挙げた。代表的騎乗馬には、山ピットがいる。 1979年に調教師へ転身、ベジロ・デュレンによる菊花賞をはじめとして、数々の GI 級競争を制し、1994年に JRA 検証場に選出された、ベジロ・マック・イーン、日本製三馬として、初めて国外の国際 GI 競争をした、ステイ・ゴールド、2005年に中央競馬史上6頭目のクラシック三冠を達成した、 ディープインパクト、JRA 検証場など、数々の活躍場を手掛けた。2011年に調教師引退。長男の池江康子と武器も調教師で、親子とも現役の間、新聞等では池江郎と表記された。太鼓コと武器は2011年にオルフェーブルでボバクラシック三冠制覇を達成し、これによって史上初の親子での三冠馬のトレーナーとなった。 兄は中央競馬在籍時代の小栗キャップの厩務員を担当していた池江敏夫。老いは同級者所属の調教助手である池江敏夫。1941年宮崎県北諸方郡高城町、現、都の城市に生まれる。5人兄弟の4男であり、後年に同じく競馬街に入る敏夫は時系である。父は太平洋戦争中に、 冷手島の戦いで戦死し、以後は母子家庭の中で育てられた。子供の頃から臨床で、中学校では機械体操部に所属した。三年生の時、教師から勧められて、日本中央競馬会の騎士養成長期家庭を受験。合格後、東京都世田谷区の馬事公園に長期家庭第七期生として入所した。同期生には、高橋茂忠、吉岡八郎。 福永校、野本明などがいる。野本は北諸方郡の別の学校で池江と同じく体操部に所属しており、中学時代から顔見知りで受験会場も同じあったという。1957年に機手見習いとして京都競馬場の相場千一級舎に入門。兄弟子には後に大きな影響を受け、池江が師匠として相場と並び称する浅見国一がいた。 1959年に騎士免許を取得し、相場級者所属騎士としてデビューした。4月5日に初騎乗、初勝利は同期の中で最も遅く、11月7日に山久で挙げた。初年度はこの1勝のみだったが、翌年7勝、3年目に19勝と徐々に成績を伸ばし、4年目の1962年には山地で京都大障害、秋を制し、 重傷初勝利を挙げた。翌年には、姫カップで、アラブ大商店と、玉椿記念、秋を制し、平地重傷勝利も挙げる。しかし同年に、相場がガンで死去し、橋本正春旧舎に一時遺跡の後、相場の後を継いだ、浅見国一の旧舎に再遺跡した。騎手時代に先行策を得意としていた先見の、訓導を受けて、池江も逃げ先方を得意とするようになり、 関西では、逃げの池へと称された。以後中堅騎士として、定着、最も知られた、騎乗馬は3度の年度表彰を受賞した、優秀品馬、オークス優勝馬山ピットである。同馬とのコンビでは、重賞4勝を挙げたが、大賀賞で、単勝支持率59%という圧倒的一番人気に、押されながら、逃げ馬の同馬を逃げさせられず、馬群の中に置かれたまま大敗。 12着を喫したことで、オークスのみ、安田孝義が騎乗していた。この2年後のオークスでは、計算多で2着となっているが、騎手時代の異形は8大競争に勝利することは、できなかった。一方で、その騎乗技術については、高い評価も受けており、ダービーニュース記者の山口進むは、逃げの異形といえばなく子も黙るほど知れ渡っており、 ペース判断の確かさでは、東の郷原か、西の池江かといっても決して過言ではないだろうと述べている。1978年に調教師免許を取得。これに伴い、同年2月に騎士を引退して調教師に転身した。騎士通算成績は3275,368勝、内重賞17勝。免許取得の翌年に、 滋賀県立東トレーニングセンターに旧社を開業した。数年は成績が上がらず、会に低迷していたが、先見と関係が深い目白牧場、西木岡牧場の関係場を多数予託されたことで、徐々に成績を上向かせていった。1985年に目白トーマスが金杯、西を制し、調教師として重賞を初勝利。さらに翌1986年には、 メジロ・デュレンが菊花賞を制し、騎手、調教師生活を通じて、初めての GI 級競争優勝を果たした。同馬は、その翌年のアリマ記念にも優勝。1988年には、ラッキー・ゲランが阪神三歳ステークスを制し、3つ目の GI 勝利となった。調教師として、飛躍の転機をもたらしたのが、メジロ・デュレンの判定、メジロ・マック・イーンであった。 同馬は1990年にデビューし、同年の菊花賞で、デュレントの兄弟制覇を達成。翌年の天皇賞、春では、馬主である、メジロ牧場の祝願であった、不死三代天皇賞制覇も達成し、菊花賞から4年連続で GI 競争を制するなど、長く競馬界の中心を担った。引退後は JRA 検証馬となった、マック・イーンの活躍で、 池江も調教師として大きな注目を集め、従来の中心顧客であった目白や、西京海外の有力場所から所有場を予託されるようになった。特に質が変わったのが、日本最大の競争場生産組織である、八代大グループからの予託場であった。1994年から圧倒的な勢いを示していたサンデーサイレンス3区の有力場が、相次いで池江の管理場取り、 同年位形は36勝を挙げて、全国ランキングで4位と、躍進、1997年には37勝で、関西の最多勝利調教師、全国3位となった。2001年春には、いずれもサンデー・サイレンス3区の管理バス定合ーードと、トゥザビクトリーを応用して、世界最高賞金開催のドバイメーティングに臨み、前者がドバイシーマクラシックに優勝、後者が、 世界最高賞金競争、ドバイワールドカップで2着という成績を残し、また、トゥザビクトリーは、同年11月にエリザベス女王杯に優勝して、池江に8年ぶりの GI 勝利をもたらし、ステイゴールドは、香港バーズ優勝で、初の国際 GI 勝利を挙げた。期待場で結果を残したことで、以後池江級者には、GI 級の両区が続々と予託されていった。その後もノーリーズン。 ゴールドアリュールといった GI 優勝馬を管理。2005年にはディープインパクトが史上6頭目のクラシック3冠を達成した。ディープインパクトは翌2006年に天皇賞、春、宝塚記念を連勝。秋にはフランスの最高格競争、外旋門賞に有力馬として出走したが、3位入選後に禁止薬物のイプラトロピウムが検出されて、質となり、 池江は主催者のフランスギャロより1万5000ユーロの罰金を課されたディープインパクト禁止薬物検出事件。帰国後にはジャパンカップと有馬記念を制し、当時最多大記録となる GI 競争7勝を達成。引退後は池江の管理場としてマックイーン以来2当目の検証場に選出された。ディープインパクトとメジロマックイーンはいずれも10億円以上の賞金を得しており、 複数の10億円ホースを管理した調教師は2009年まで経営のみであった。2008年には自己最高の年間46勝を記録したが、2003年から調教師として開業していた息子、太鼓とぶきが51勝を挙げ、初の全国リーディングには及ばなかった。そして、2011年2月27日をもって70歳定年により、 東京師を引退。管理場最後の重傷出走となった当日、中山記念のリルダバルは敗れたものの、同日小倉のメイン競争、虹の松原ステークスに出走た山人ウィスカーが最後の勝利を挙げた。定年引退後は、スポーツ日本市場で競馬評論家として活動しているほか、テレビ出演による競馬解説も行っている。 引退から約8ヶ月後の2011年10月23日、太イとトブが管理するオルフェーブルが、ディープインパクト以来6年ぶり、史上7頭目のクラシック三冠を達成。これに伴って、ヤスロー、タイコは、史上初となる親子での三冠バトレーナーとなった。同馬の父と母の父は、それぞれヤスローが管理した、ステイゴールドと、メジロマックイーンであった。 この業績に際し、大言武器は、父があっての池江康氏受給者であり、私であり、三冠ですと語った。また、同年12月には、スポーツ功労者文部科学大臣検証を受けた。2013年7月31日付の、スポーツ日本の報道によると、JRA の馬所登録に認可されたことが明らかとなった。勝負服は紫、白一本輪。 白袖紫一本輪で、長教師時代の長教服をイメージしたとのこと。2016年現在は、里野の冠名で知られる、里見治、セガサミーホールディングス会長のアドバイザーを務めている。カッコ内は、池駅常時の優勝重賞競争。カッコ内は管理下における、当該場の優勝重賞競争。太地は、門下生。カッコ内は、 旧社所属機関と所属中の職分。優秀旧社スタッフ賞を2001年度4位、2002年度4位、2004年度3位で表彰されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。